ここの交差点は名古屋城市城跡城市、豊臣秀吉が朝鮮出兵の時に本拠とした名古屋城、実は愛知の名古屋と違って郷は古いじゃなくて守るなんですけれどもね、そこが、名古屋城市っていうところですね。なんかこんな風になってて、左側は佐賀県立名古屋城博物館、こんなんできたんですね。でかい県立の博物館があって、で右側が、特別史跡名古屋城跡、名古屋城観光案内所っていうのも書いてある。ここから展望台まで 500m 歩いて10分だそうです。ないんですが、昔の記憶が定かならば千人マスとか言って、そのマスっていうか一区画に、人を全部詰め込んだら大体千人みたいなのがあったと思うんですけど、なんか雨が降りそうだし、組んだ石があります。名古屋城市、これ手前は崩れてるわけではないと思うんですけどね、こんな感じですね。石組みに興味のある人ならば多分なんか感じるところがあるんでしょうけど、よくこうめちゃめちゃ重いと思うんですけどね。あ、この辺は崩れてるのか。これ多分組んであったやつ、ここ角っこ崩れてるのかな。よくこんなの組みましたよね、ちっちゃいのでも。駐車場とは女だったのかも覚えてないし、よく覚えてないんですけども、石は組んだまま繋がってますね。詳しくないんでわからないんですけど、まああそこもちょっと崩れてるんですけど、石垣が組んであります。当然まあ城壁なんでね、石垣は組んでありますけれども、こうなんて言うんだろう、敵と対峙するような石垣は本当大きな石が積まれてますね。で内側ではちっちゃい石が積まれたりもしますけども、これは東出丸というところだそうです。ああ綺麗、さっきの名古屋大橋が見えてるかな、映ってるかな。ちょっとさっきの矢部大橋が映ってますかね。ちょっとモニター越しにもよく見てもわからないんですけども、さっき渡ってきた名古屋大橋があそこにあります。こういう風に石が組まれています。すごいな、こうつけてもらった階段がちょっと怖かったりもしますけど、これは明らかに後でパワーショベルで割ったような跡もありますね。こうやって続いてます。いや、違います。
近隣の島に私の船が出ています。一歩間違えて右側に落ちると、なんだろう、まあ命はないでしょうね、きっと。やっぱりまあ当たり前ですけど、敵から城を守るわけですから、こうなっているというところですね。でこっちはなんていうんだろう、ちょっと見ていませんけども、やってきました。これは今のが天守、あと天守閣だったそうですね。こっち側はあそこだったかな、千人マスっていうのがあったはずなんですけどね、忘れちゃいました。こうやって曇りなんですけども、雲の間から太陽の日が差すと、ああやって島がこう太陽に照らされて綺麗だったりしますね。この下も当然あります。こんなとこに登ってくれるわけないんですけど、こういう感じで人は結構